とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにデイリークエスト4週やっていきましょう。まずは、地下寺院からだね。装備はこれです。発光するイカの防具の幸運瞬速デスバーターだね。クールダウンはついてないんだけども、まあ、全然使っていける装備だと思います。あ、ちょっと待って。あ、いいのか。プレイヤーはマルチショットを持ってるから、そうだそうだ、マルチショットのやつになってるんですね。なんかおかしいなと思ったんだけど、まあ、とりあえず4周頑張っていきましょう。キャプテンも全部倒しきったね。2466の66。 OKOK、クリアですね。やっぱりね、装備をね、最後に変えなくていいっていうのがいいよね。うん、今まではここで着替えてたんだけども、着替えずにすぐにゴールしていいっていうのがすごく楽。これはすごくいいよ。それでは報酬見てみましょう。デイリー3だからね、結構狙えると思う。お、ビザ254か。次は闇の刀260。まあ、ぼちぼちか。じゃあ、あと3周ぐらい頑張りましょう。よーし、ようやく来ましたけども、あと1回やられたら終わり。かなりきつい。かなりきついよ、ここ。あのね、幸運装備で途中まで行ったけども、無理。あの、クールダウンがないと間に合わないもんね。やはりナイトモードが来たっていうのがきついし、やっぱモブのダメージアップ。これでね、相当な辛さ。確実にね、どんな敵からの攻撃でもワンパンで死ぬし、で、さらに速度が上がってるのか。速度が上がってて、もう一瞬でね、距離を縮められるので、もう、すぐにね、回避できる用意をしとかないと、とてもじゃないけどやってらんない、これ。よし、あと一回。オッケー。絶対クリアするぞ。やばい！最後のこの3体がちょっときつい。雑魚を巻き込めれたら、一発でいけるんだけども、そんなことしてる暇はないね。よっしゃ、オッケー、オーケーオーケーオーケー。装備を変えるときにもこの影化してないとブワって食らって死ぬもんね。よし、クリア。きつかった。それでは報酬見てみましょう。デイリーさんの6体だからいいはず。255無知。ここはタワーでね、263を狙うのもいいけども、やっぱデイリーでも262が出るから、これはね、やっぱ狙っていった方がいいね。よし、3周目はどこに行こうか。3周目は地下寺院ですね。時間が9時になったので、更新されました。今回の地下寺院は別に問題なかったね。特に問題なくクリアすることができますね。いっとるよね。66、OK。クリアです。何が出るかな。それでは報酬見てみましょう。はい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 。で、次、防具。バトルスタッフか。微妙なやつだったな。では、あと1周いきます。ラストはシタデルですね。ワンパンでなんとかいけないかなと思うんだよね。とりあえず、痛みサイクルとダイナモ20つけました。で、影のブリューで影化して近づいて、で、力のポーションを飲んでる状態。ドラを使って釣り竿連打。行ってみようか。うまくいけば、ワンパンいけないか？どうだろうか。では行きましょう。あ、もう消えてんのね。いけ、おっしゃ、いけた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 。
全然余裕っていうか、え、2発ぐらいで倒したよね。2発、やっぱドラの3倍が効いたんだろうな。そうか、ドラとあと力のポーションで攻撃力 30% アップすると、1ガリガリが確かね1億4000万だもんね、ダメージなんで2億8000、まあまあ3000、3億ぐらい2発でダメージ与えたんだな。余裕だった。ああ、こいつはスポンジストライカーでもワンパンで倒せないのよ。そこをこんだけ簡単に倒せたっていうのは、あ、これ今後ね、このやり方でいこう。むちゃくちゃ楽勝で倒すことができましたね。ちょっと待って、アイテム欄いっぱいじゃないか。ああ、だよね。オッケー。ああ、でもね、キャプテンは一体だけでした。報酬出るかな？見てみましょうか。うまいこと出てくれれば嬉しい。あ、出た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 。でも別に欲しいやつはないからね、ここは。なんでもいいです。ノーマルかい。ということで、見てみましょうか。肉は確か報酬じゃない。お供え物であんまり良くなかったんだよな。恐怖のバトルスタッフ。まあまあ、もちろんいらないね。で、旧兵はクールダウンなし。で、ウィザーも、あー、惜しいね。幸運がついて雷フォーカス。一番左に、クールダウンがあれば採用だったけども、まあまあ、もう、あれだね。幸運装備も揃ったんで、いいでしょう。で、途中でね、これ出た。お店で売ってました。発光するイカの防具。クールダウンとポーションバリアがついてます。まあ、別に俺はもうすでに持ってるんだけども、コメントで確か誰かね、欲しいって言ってる人がいたんだよな。まあもしかして欲しいかもしれないので、取っておきますね。で、真ん中は、まあラッシュでもいいよね。うん。移動速度 90% ダメージ受けた瞬間に上がるんで、これ結構使えるんだよね。カバンビルドで結構使っていけると思うので、いいんじゃないっすか？まあ、魂の袋で回復量を上げても、まあいいかもしれないけども。うん。まあ、クールダウン付きのイカの防具、なかなか珍しいので取っておきます。まあ、そんなにいいのは出なかったけども、裏ボス、あいつをね、ワンパンでいけたっていうのが、すごく嬉しかったです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。